ってるんだから。モコが今タメ口になったら、いや、あいつも絶対タメ口、あいつで、多分ね、俺に怯えてる。なんか弱みでも握ってるんじゃないかぐらい。あいつも、俺が、こうやって手あげると、ビヤーって殴られるんじゃん。俺 DV してんのかもしれない。気がつかないうちに。あんなに飯とか食わしてやってさ、食えねえ時から俺が世話してやってんのにさ、おお、今、あだで返されてるな。うー、ビビビビクビクビクーみたいな。殴られる、殴らない、もう殴らないでみたいな。トラウマが蘇ってる。なんであいつビビってんのわかんねえ。そう。今度さ、俺があいつと喋るときにさ、俺に何回謝るかみんな数えてくれ。あ、すまぜん、すまえんって。船井見て、あ、すまぜん、すまえんみたいな。めちゃめちゃ謝るよな。居心地悪いわ、ほんと。彼にタメ口聞いたら別になんとも思わないわ。ネタだなってなっちゃう。ネタだなって。ほんとお前と共演するとき以外は大物が立ち上がってるさ。おい、いじめめえ、あいつ。おい、あいついじめめえ、昔から。おい、今度めっちゃいじめめえ。あいついじめめえ、今度。いじめめえ。あいつ父親に虐待を受けた過去があるからな。だからババアとかさ、母ちゃんとかはさ、配信出すのにさ、マジじゃんそれな、ガチじゃん。なんでそれを俺に今言ったの。やめてよ、そんな秘密を共有しないでよ。俺のことパパって呼ばせよ。パパっていじめよ、モコを灰皿にしよう。今度バレねえように。もう進撃の巨人最近全部読んだからよ。エナメル質が熱を通さないっていうのをちゃんと俺、あのアルミに習ったから。あいつなんかウェーって歯がもう出っ張っちゃってんじゃん、ビーンみたいな、箱服みたいに。そこうめえこと使って灰皿にしよう、商品化しよう。うん。